丹沢山地西部にある全長約4 5トル、高低差約1 1 0 0ルの尾根である。名称は、尾根の一方である、石棚山に由来する。西丹沢の名手と呼ばれる日の木道丸より、南西側の石棚山方面へ伸びる尾根である。尾根は、石棚山より進路を西側に変え、中川の宝木杉で知られる三北町、中川宝木沢地区へ下る。 地形的には、尾根は石棚山より、さらに南西方向へ伸び、大杉山、戸沢の頭を経て、丹沢湖畔に下っているが、大杉山周辺には、一般登山道は開かれていない。このため、石棚山寮といった場合には、一般登山道が開かれた宝木沢石棚山から、檜道丸の尾根を指すことが多い。尾根はブナ、水なら、宝の木。 ハウチ若カでなどの紅葉樹林に覆われている。石棚山と手代の頭の間には、カツラの巨木があり、石棚山領のシンボルツリーとなっている。尾根上部には、東国三葉ツ,ツジや白ヤシオツツジが自生しており、5月末から6月、上旬のツツジ開花シーズンには、多くの登山者が訪れる。日の木道丸山頂付近では、 臨床が倍形層や丸バだけブキなどに覆われており、植生保護用の木道が所々整備されている。このように自然豊かな産業であるが、近年、石棚産業では、ブナハバチやブナオシャチ保護による、ブナの食害が大きな問題となっている。連年食害を受けたブナ個体が衰弱、枯死している例が多数報告されており、丹沢産地全体で問題となっている。 森林衰退の要因の一つとなっている。詳しくは、ヒノキ道丸舟林の衰退問題を参照。白ヤシオバイケーソーブナの虫、ブナ葉バチ石シダナ産業は、ヒノキドーマ丸の主要登山道の一つとして知られており、西丹沢の登山基地である西丹沢自然教室の南側に位置する宝木沢公園橋より登山道が開かれている。宝木沢公園橋の登山口から、 石棚山までは非常に急な登りで、板小屋沢の頭や,や、薮沢の頭などの小ピークが続くため、体力を要する登山路となっている。石棚山より先はところどころ急な箇所はあるが、全体的に緩やかな道となり、同角3両の登山道、そして筒子新道と合流した後、日の木道丸の山頂へ至る。このように登りが急な登山道であるため、 下り用の道として利用されることが多い。尾根の途中にある石棚山へは、丹沢湖畔の幻想バス停を起点とし、黒倉林道、中野沢林道、西丹沢県民の森を経由して登るルートもあるが、踏み跡が一部不明瞭となっており、2010年以降の秋踏み所の地図では難路扱いとなっている。石棚山付近の登山道山両上部に、ありがとうございます。